どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今日はですね、1年ぐらい前に撮った動画をもう一回同じものをあげるというアーカイブアップロードシリーズというのをやってるんですけど、皆さんこのコロナで自粛が長引いているということなんですけど、やっぱりその間にお誕生日の方たくさんいらっしゃったと思います。そしたらやっぱお誕生日会もさ中止になっちゃったりとかして、クラスメイトに会えなかったり、ね、会社の仲間に会えなかったりっていうところでちょっと寂しい思いしてるんですけど、さあ皆さんそんな時にウクレレの登場です。ウクレレで Happy Birthday to you、 これです。これをものすごい勢いで深めた動画を撮ってるんですよ。ハッピーバースデートゥーユーをウクレレでやるんだったらこの動画を見てほしいっていうものをこれからシェアします。これね、ウクレレってねコミュニケーションツールなんです。そこがすごくわかるね。本当にいい動画になってますんで、まあ、私が出てんですけど、ぜひこのタイミングでコロナでちょっと自粛でお家の中でねこういうねパーティータイムすごくこれ必要なことだと思いますんで、ぜひ皆さん今日の動画も見ていただいて、どん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 このハッピーバースデー、お誕生日のお祝い忘れてはいけないです。やっぱりお祝いはお祝い、これはね本当におめでとうということで皆さんにお届けできるようにこの動画をシェアしたいと思います。動画内でもねいろいろ細かく説明していますんで、はい、楽しんでいただければと思います。ハッピーバースデートゥーユー、どんどんやりましょう。それではハッピーバースデートゥーユー深めたガズレレ動画ご覧ください。どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん今日はいいですよ。全世界中で歌われている超メジャーな曲です。ハッピーバースデートゥーユー、こちらの曲をガズレレ流超簡単アレンジでウクレレで弾きましょう。はい、これはですね、あ、実はこのガズレレ YouTube でもハッピーバースデーかつてやってるんですけど、さらに奥を深めて、3部構成で今回はやってみようということになっています。まあ説明しましょう。第1部は初心者さん向け超簡単バージョンです。はい。で、第2部はイントロもメロディー入れたちょっとね、ワンランクアップのかっこいいハッピーバースデートゥーユーやりまして、今回の目玉、第3部。これがぜひ皆さん必見でございます。どういう風にハッピーバースデーをやるのがいいか、どういうタイミングでやればいいか、どういう方がこの歌うといいか、今日はただ弾くんじゃなくて、その演出まで含めたハッピーバースデーというの楽しいあり方を、お話ししたいと思いますんで。はい。じゃあ一応タイムテーブル出しておきますよ。第1部はこの時間から。第2部はこの時間。第3部。これみんな見てほしい。これ。この時間から始まりますんで。興味ある方はそこまで飛んでいただいて、はい、見てくださいね。はい。じゃあ、ですね、ウクレレ、ほんと楽しいんで、ぜひ皆さん始めてもらいたいんですけど、簡単です。ほんとに簡単。しかもこのハッピーバースデーというはもう習った、今やろうと思ったらすぐできる曲ですから。それでもね、一応基本は押さえておきましょう。最低限のね。今ご覧になっているガズレレ YouTube を見ているだけで、どんどんできるようになります。ここにもうちょっとしたらリンク貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところに行っていただいて、数字の順番でいろいろやっていくともうすぐできますから。はい。で今日はそのここにリンク貼るのとこの動画と合わせて、初心者の方は見ていてください。じゃあリンク貼ります。初心者ですここ行っていらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。そこには700曲以上のありとあらゆる曲があるんでね。皆さん、いろいろ検索してみてください。それをホームページ内で検索できますんで、よろしくお願いします。じゃあ、それではですね、まずハッピーバースデーというのを、シンプル簡単バージョン。はい、ここから始めたいと思います。まずです。この曲はですね、三拍子という曲でございまして、ガズレレではですね、このワンブロックの中に普段4つ弾くっていう決まりがあるんですよ。C, C, C, C ですね。これで言うと。なんですけど、3拍子の曲の場合は、ワンブロックに3回です。C, C, C みたいに流れていきます。この例で言うとね。はい。これを意識しておいてください。ではですね、一回デモ演奏した後に解説いたします。はい。じゃあ、超絶簡単バージョン、ハッピーバースデートゥーユー、やってみます。ワン、ツー、スリー、せーの。ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday to you. Happy birthday dear 丸々ちゃん。ここで伸ばしてパチパチパチって拍手して。せーの。Happy birthday to you. せーの。じゃがじゃん。
このような感じになります。はい。で、出てくるコードの解説なんですけど、これコード、出てきたコード3つです。C と F と G7。この3つですね。はい。今のテロップと一緒に見てもらうのもいいと思うんですけど、ちょっとノートで見てみましょう。はい。そうすると、さっきも言ったんですけど、ワンブロック3回弾く3拍子の曲ですよ、ということになってます。そうするとこうですよ。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday dear 〇〇ちゃん F でジャガ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 って伸ばして、Happy、ここがちょっと難しい。Happy C C G7 C ってなりますね。ここです。はい。で、出てくるコードはこの3つです。C と F と G7。この3つで今できました。これは入門コードでなんですけど、ちょっと今日は解説しようかな。C っていうのはですね、皆さんいいですか？ウクレレを見たら、ここです。ここの1個。薬指で押さえるのがいいと思います。これが C。F は、こことここをこう2つ押さえる。斜め。指は寝てじゃダメですよ。指立ててくださいね。はい、これが F ですね。G7 っていうのはちょっとこの中では難しいです。ここと、こことここを、こう三角形ですね。こんな感じです。この三角形。この三つをまず覚えていただくと、この曲できます。はい。で、やってみるとわかると思うんですけど、ここのね、C から G7 に行くときに、初心者は突っかかるんです。つまり、Happy Birthday to、ここの次、こういう風に行きたいでしょ。ちょっとね、最初慣れないと難しいんで、ちょっと聞いててくださいね。C と G7 の間、時間空けていいです。すごく。いきますよ。Happy Birthday to you。これでいいです。Happy birthday to C に戻るのは簡単。Happy birthday dear 〇〇ちゃん。ここじゃん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 。次が一番難しいでしょ。ワンブロックに3つですからね、こう。Happy birthday ここもゆっくり to you という風にするといいです。あのね、これ見てわかると思うんですけど、楽譜の中で C から G7 に行くときが難しいんですけど、C から G7 に行くとき、ものすごくゆっくりになっても、演出に感じることができるんですよ。これがポイントです。Happy birthday to you.Happy birthday. こんな感じで溜めてるように見せて、ちょっとここ整える時間を稼ぐという。裏技です、皆さん。はい。これ、ね、三拍子ですかね。Happy birthday から言葉が始まりますからね。こういうところもちょっとよく見ながらやってみましょう。これをさっきね、よく見て気づいたかな。ここ、黒い点があるでしょ？ハッピーバー。ここからここが始まるっていうイメージです。ハッピーシーシーシー G7。ハッピーバー。また点がある。これがこういう風にね、ちょっと自分なりに測るといいと思います。はい。これがハッピーバースデー初心者レッスンの全貌でございました。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンいきたいと思います。かっこいいバージョンは、イントロもつけようと思います。メロディー弾きです。ちょっとこれに関してはですね、パターンを2個用意してまして、イントロ。ちょっとやってみましょうか。まずは、かっこいいバージョンでも簡単版の方いきます。こうです。ワン、ツー、スリー、せーの。八、八、七フレット、一弦の七フレットを捨てて全部弾きます。七、三、五、次、三押さえて全部弾く。つまり C ですね。C、もう一回。八、八、7全部弾いて、3、5、4、3、0、0、0です。はい。このメロディ。これまず簡単な方なんですけど、書いてみました。これはですね、まず今やったのは簡単、上のね、イントロ1です。こちらは上の段のこれを今やったんですけど、こっちの方が簡単ですね。まぁ、ちょっとこれを見ながらやっていきましょう。まず、これ一番上の線が1弦で、2弦、3弦、4弦。要は1弦ばっか使って、たまにこういう風に、00があるっていう開放弦を弾くってことなんですけど、887の時全部弾いて、353000。これは C ってことですよ。これタブ譜といって、こっちから時間が流れていきます。この読み方わかんない方、ここにリンク貼っておきましょう。これタブ譜の読み方っていう解説があって、これタブ譜って言うんですけれども、時系列でこう、数字と時系列で見ていくってやつで、今、さっきのここのところでちょっとわかんない方は見てください。でもなんとなくこれイメージできるでしょ。このテロップにもちょっと出してますけど。はい。一番上のラインが1弦ですよ。もう一回やっとく。最初8ね。このポジションマーク2、これが5、7出たら筒から8、ここですよ。8、8、7、3、5、最後全部 C で弾く。はい。これが簡単な方です。じゃあ次。こっちで行きたいです。ちょっと難しい。5フレットのところで難しいところですけど、ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、サン、の、8、8、7、ここまで一緒よ。3行って次です。
次が1弦の5フレットと3弦の2フレット、2弦の3フレットと1弦の5フレット、こうなるんですよ。これちょっと難しい、ね、一瞬でね。で、また最後は C です。3000。もう一回。8、8、7で全部弾いて、3、5で、こう。ここですよ。これがちょっと難しいかな。2弦の3フレット、あ、じゃない。3弦の2フレット、2弦の3フレット、1弦の5フレット。5フレット小指がいいかな。薬指ではちょっと届かないかもしれない。はい。この、これができる、できそうな人はこっちにチャレンジしてください。はい。またこれもさっきと同じように見せておきますけどね。今度はこっちですよ。さっきと同じね。8870でここまで一緒ですからね。3、ここまで一緒か。ここで、ちょっと違うだけね。5の時に、はい。3弦の2フレットと2弦の2フレット。これがちょっと難しい。あ、ここの1音だけが違います。これちょっと難しかったらこっちでいいです。はい。はい、この辺でちょっと確認しておいてください。ちょっとおさらいでやっておきましょうか。もう一回。せーの、はい、3、はい。8873、5、4。もう一回。ハッピーバースデーと入っていきます。はい。ここね。このメロディーが、前奏がちょっと入るだけで、キラッと輝く、ハッピーバースデーな、というようになりますんで。まあ、ゆっくり、じっくり、さっきのこの表を見ながら、やってみてください。あと、かっこいいバージョンの右手の弾き方、どうしようかな。三拍子ってことじゃないですか。で、まあ、今回はシンプルに、この弾き方でいきましょう。じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん。1、2、3、1、2、3っていうのが多いです。じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん。はい。口で言うといいですよ。じゃあ C を押さえてちょっとリズムで勉強しましょう。せーの、はい。じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん、じゃんじゃじゃじゃん。これを基本の弾き方としてやってみようと思います。軽やかにね、こう手首を使ってやってくださいよ。はい。優しい音がいいです。で、弾く位置はね、いつも言ってるんですけど、このあたりがいい音しますね。こっちに行くとどんどん音が硬くなります。こっちに行くと柔らかくなる。柔らかく弾きたいというか、こっちでは弾いてもいいですけど、まあまあ、この辺がいいかなということでお勧めしておりますんで、弾き方はこれでやってみましょう。そして、曲の中でも出てくるコードちょっと変えてます。見てください。Happy Birthday to you. G が出てきて、G7 になって、ここでも C7 が出てきてとなってます。つまり、ここ追加されるコードが G と C7 というコード、2つのコードを追加して、要は合計5個のコードでやろうと思います。それでね、まずこのコード見ておこう。G と C7 ちょっと紹介しておこうかな。G の押さえ方は、ちょっとこれガズレレではなかなか出てこない。G7 に置き換えちゃうんでね。ここです。こうやって押さえるのが結構おすすめですね。人差し指、中指が1弦、薬指が2弦の3フレット。はい。もちろん、これでもいいですよ。人差し指で3つの弦を押さえて、ちょいとここ立てる。これでももちろん同じとこ押さえてます。はい。でも、G から G7 に行くんで、G から G7 に行く流れなんです。G から G7。ここ見て、うまい。こう、指がさ、こう、すごいトランスフォームみたいになるんだよね。こっちからこっちへ。これがうまくできるとかなり楽しいです。ちょっとこれ見てるとすごく複雑な動き、ロボットの動きみたいに見えるんですけど、はい。これちょっとやってみましょう。あと C7 は簡単です。ここ1個だけです。C7 1個だけ。はい。このコードをちょっと踏まえつつ、かっこいいバージョン、イントロのメロディーを含めてやってみようと思います。1、2、3、1、2。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. まるまるちゃん、おめでとうございます。Happy birthday to you. せーの。はい。ガズレレ流、ハッピーバースデーかっこいいバージョンやってみました。急にね、こう、おっとりした、こう、なんかリズムが入ると、またちょっとね、様子が変わりますんで、かっこいいバージョンも、ぜひ、挑戦してみてください。さあ、第3部。こっから、第3部始めようと思います。第3部は、このハッピーバースデートゥーユーをどういう時に、どんな感じでやるのがおすすめか、言いましょう。まずですね、この歌を歌う、一番多いパターンとしては、パーティーの時に、お誕生日会の時に、
やるっていうパターンが考えられますよね。じゃあ、例えば想像してみてください。お子さんのお友達のホームパーティー呼ばれたとしましょう。こういうふうにしましょう。じゃあ、そのお宅ピンポーンってしていくじゃないですか。その時に、ウクレレを持っていくんですよ。はい。いいですか？その時に要注意なことがありましてですね、ウクレレは、ウクレレケースに入れてちゃダメですよ。ボストンバッグとか、大きなリュックサックに入れて、隠して持って行ってください。なぜかというと、ドン！サプライズがいいんですよ。サプライズ。なんでこのウクレレでやるとサプライズがいいかと言いますとですね、皆さん聞いてくださいよ。ギターをもしね、持ってサプライズしようと思ったら、ピンポンってやった途端にもう背負ってますからね、ギター。バレちゃうじゃないですか。あ、この人は今日私の家でギターを弾いてハッピーバースデー歌ってくれるなってすぐバレちゃうじゃないですか。それはね、サプライズとは言わないですからね。ウクレレだけがちっちゃくてこう持ち運びできるんですよ。あともう一個よく言われるのが、そんなこと言ってもピアニカとかハーモニカもありますよって言うんですけど、皆さん忘れてはいけません。ハーモニカもピアニカも歌えないですからね、一緒には弾きながら。だからもし吹けたとしても、ブーブーブーってなっちゃうわけですから、やっぱりこう、弾けて歌える楽器って一番ちっちゃいのはこのウクレレですから。これがだからウクレレだけに、こう与えられたものすごくアドバンテージじゃないですけど、まあまあいいや。話は続けましょう。で、ボストンバッグとか大きいリュックサックに入れて隠し持っておきます。そしてですね、ちょっと経ったらですね、トイレに行ってください。で、こっそりトイレでチューニングをします。あの、バッグに入れておくと、ここがちょっと触ってね、ずれちゃったりなんかしますからね。チューニングをしっかり、全部、ちっちゃい声でやってください。ちっちゃい音でね、バレちゃうから。で、あの、水流すのもちょっとエコじゃないから、あの、音を消すためにね、あー、うーんとか言って、こう、こま、あの、チューニングするのをおすすめですけど、とにかくこう、ちっちゃい音でチューニングをして、またボストンバッグに入れて、リビングルームのパーティーの席に戻ります。してですね、キッチンをね、よく見といてください。キッチンを。なんでか、答えは簡単でございましてですね、お母さんが、ケーキをいつ出してくるかって見てないといけないんですよ。だからお母さんの動きをチェックしてね、あ、ケーキまだ出てこないな、まずチェックしておいてください。夜はですね、比較的いいんです。なぜいいかというと、電気がパッと消えるじゃないですか。その時に、お、来たなって言って、こう、ウクレレを出す。で、昼間が一番ね、もうお母さん、不意に出してくる時がありますからね。で、まあまあいいでしょう。ケーキがわーっと出てきて、ろうそくが立って、わーってなってみんな、やったー、ケーキが来たよってなるじゃないですか。その時です。おもむろに、リュックとかボストンバッグからさっとこうウクレレを出してですね、ハッピーバースデーって歌い出すんですよ。想像してください皆さん。みんなね、周りの人どういう風になると思います？うわーってなるんですよ。で、その後絶対に一緒に歌ってくれますからね。これ大事ですからね。じゃあそれちょっとバーチャル体験しましょう。私が歌い出して皆さんが一緒に歌ったという体でね、いきますよ。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー、Happy birthday, dear. ここから大事。なになにちゃーんってここまで来た、来るじゃないですか。まだ曲終わってないじゃないですか。でもこの子伸ばしといて、さあじゃあ、ろうそく消してくださいとか、プレゼントある方渡してくださいとか、弾いてる本人が司会者になって、この場をね、まとめるのがいいんですよ。まとめ、おめでとう、夢はあるのかいとか、そんな話をしましてですね。で、わーっとこう、ろうそく吹き消されて、したら、おめでとうとかって、ここで一盛り上がりして、あ、まだ曲終わってないからね、最後までやりましょうと言って、せーの、Happy Birthday to you。 今メロディーちょっと違ったでしょ？ハモってあげるんですよ。なぜなら一緒に歌ってくれる皆さんは出旋律を歌うんで、ここで、演奏してる本人が上の3度上のハモリを入れてあげるという。ハッピーバースデートゥーユーってやるとみんなうわ素敵ってなります。いいでしょう皆さん。まあ本当にね、これはですね、私ガズレレ仲間様にはいつも知ってる話なんですけど、みんな大成功ですよ。その後面白いことがありましてですね、それがまあ終わって、わあおめでとうってなったら何が起こるかって言ったらですね、ウクレレって私にもできるかな。その場でウクレレ教室が始まるので、そうしたら C はここだよとか教えてあげると、もうどんどん楽しい音楽仲間が誕生するという素晴らしいエコなシステムでございます。ハッピーバースデーというはもう逃してはいけませんよ。そういう使い方ももちろん大事ですけれども、あとは大切な人に、恋人、家族、おじいちゃんおばあちゃん、息子娘さん、ね、あの、パートナーに歌ってあげる。これいいじゃないですか、当たり前ですけど。その時に忘れちゃいけないのはですね、目を見て歌うのがいいです。ちょっとね、じゃあ見ててくださいね、皆さん。ハッピーバースデー。じゃあ、画面の向こうの、画面の底にいるあなたが、ハッピーバースデーの、あの、
歌われる人だとしますよね。じゃあ私が歌うとします。そしたら、じゃあ、誕生日おめでとう。僕はハッピーバースデーの歌歌うね。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーって、心こもってねえじゃんって思うじゃないですか。やっぱりこれは気持ち、おめでとう。ハッピーバースデーって思いを届けるわけですから、そういう時はやっぱりね、こう、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうって感じ。あ、間違えちゃった。ハッピーバースデートゥーユー。Happy birthday to you. こうやって目でね、やっぱりおめでとうっていう気持ちをやっぱ届けてる。これがやっぱメッセージの、ソングのやっぱりあり方だと思いますので。まあ楽譜見ながらでもいいですけど、こうね、楽譜ずっと見るんじゃなくて、こうやっぱり目をね、新たに歌ってるんだという気持ちを届けるのがいいと思います。あともう一点、ぜひこれはおすすめしたいことがあります。もしあなたが飲食店を経営されている方だとすれば、お客さんが誕生日の時には、ね、カウンターとかこのキッチンからハッピーバースデーってこう歌って、オーナー自らがこう歌ってハッピーバースデーをお祝いしてあげる。素敵じゃないですか。よく飲食店行くとね、なんかこうハッピーバースデーって言うとね、こうパフェになんか花火がなんかバチバチ持ってきて、あのマライア・キャリーのハッピーバースデーの曲とかが流れながら来ると思うんですけど、それを自分でやるんですよ。これはもうホスピタリティだと思いますね。なんでぜひマスターして、これ簡単なんでね、もう覚えちゃってやってください。あと会社を経営されてる社長様なんかも、取引先とか、あとやっぱもう OL さんやサラリーマンの方も、なんかあればね、パッと持ってって、その同僚の前とか上司のところで歌ってあげる。やっぱこれ気持ちをお届けするプレゼントの曲ですから、そういうことを考えると、このハッピーバースデーというっていうのはものすごくいいアイテム曲ということになると思います。すごいでしょ、このハッピーバースデー曲でいろんなことができそうな感じだから、まず覚えましょう。だって簡単バージョンだったら C と F と G7 でできちゃうわけですから。はい、いい感じです。ありがとうございます。はい、ガズレレ式ハッピーバースデーの楽しみ方でした。皆さんどんどん歌ってください。これは人に教えるにもこれは最高ですからね。言い換えれば世界中で歌われてる大ヒット曲ですから、マスターしましょう。ありがとうございました。はい。